腹筋を使って下腹ポッコリを直すヨガのねじりのポーズです。椅子に座っている時は腰背中をスッと伸ばして、まず右にねじる時は左手を右の膝の外に置き、右手をぐるっと後ろに椅子の背もたれに振っていきます。ではここから息を吸って腰と背中をスッとまっすぐに吐きながら、おへそから右方向にゆっくりねじり、目線は遠く後ろを見て、ここでピタッと止まったらゆっくりと呼吸を繰り返していきます。だいたいこのまま3回から5回呼吸、鼻から吸って鼻から吐いて、吐くときに余裕があればおへその位置をもう少しねじりを深めて右方向に右方向にと、できればやってみてください。3回から5回呼吸が終わったら、また息を吸って吐きながら腕を体を前に戻して、一呼吸とリラックスして緩めます。ではと右方向にねじったあと緩めて、また反対をやっていきます。腰と背中をスッと伸ばして、右手を左の膝の外に置き、左手をぐるっと後ろ、背もたれを掴みます。この位置から息を吸って腰と背中をスッと上に伸ばして、吐きながらおへそから少しずつ左方向に回転して、これ以上いかないなというところでゆっくり呼吸を繰り返していきます。できれば吸う時には少し腰と背中を伸ばして、吐く時にもう少し後ろ左方向にとねじっていきます。お腹からねじることにより、おへそのその奥の腹筋、特にインナーマッスルとかスコアと言われている深いところがしっかりとねじられて使えるようになっていきます。では3回から5回呼吸が終わったら、息を吸って吐きながらゆっくり体を前に戻し、緩んで、これでワンセット終了です。床に座っているときは膝を立てた体育座りのような状態から始めていきます。ここでも必ず腰と背中をスッと伸ばして、右方向にねじるときは左手を右の膝の外に、右手ぐるっと後ろに回して床に指先だけをつくような状態にしておきます。ここから息を吸って腰と背中をスッと真上に、吐きながらおへそから少しずつ右方向にねじって、目線を遠く後ろに持っていきます。これ以上右方向に行かないなと思ったら、ゆっくりここで3回から5回呼吸を繰り返します。動かしているのはおへその奥、腹筋、インナーマッスルと言われているところです。またお腹からギュッとねじっていることで、ウエストのくびれの腹斜筋なんですが、ここもしっかり動いていきます。3回から5回呼吸が終わったら、また息を吸って吐きながらゆっくり体を前に戻して、一度は全身緩ませます。続けて反対の左の方向も、また腰と背中をスッと伸ばして、右手を左の手の外側に置き、左手ぐるっと後ろに回して指先だけをついていきます。息を吸って腰と背中を握り、吐きながらおへそから左方向にゆっくりねじります。できるだけ目線を遠くに持っていってください。姿勢につられて体が動いていくことが多いので、できるだけ遠くを見ていきます。で、3回から5回呼吸が終わったら、息を吸って腰と背中を上に、吐きながらゆっくり体を前に戻して、ここで全身の力を入れて